北海道いいな、一緒に行く。カプセル1個10万円ぐらいかな。まあこのイベントはみんなに300万ぐらい課金してもらってゲットしたんで300万円です。何百人が有料アイテム投げてこれになりました。これはもう飾っときます。待ってるよ、ともっち。ごめん、北海道行っても君に会うことできないんだ。もうごめんね、ともっち。1ヶ月何してたかつって、ゆまるが鍵忘れたと言ってたけど、ないね、探して。顔が怖い？人相変わっちゃった？別人？でも中にはヒゲが似合うっていう人もいるんでね。こればっかり難しいよね。じゃあちょっと絶対エースのとかのめちゃんに決めてもらうか。どっちがいい？剃った方がいいか、伸ばした方がいいか。剃って、ドカノメちゃんに聞いてるよ。ゼロ率代表してね。ラジコンって言われるから決めれません。ドカノメちゃん、ラジコンに十分できるぐらいのお金使ってるよね。俺はね、課金してる人が絶対だとは言わないけど、その人の額によって決めてるよ。その人の立場を。うちの枠でのね。そう、権利があるんだよ。どうする？みんなが俺の立場を決めるように、俺はうちのリスナーの立場を俺が決めるよ。どうする？剃るか生やすか、二つに一つ。ジャッジメントだ。人生、配信とは選択の連続です。僕は今回別れを決断しました。これがいいのか悪いのかどうなるか分かりませんが、迷わず先に進みたいと思う。みんなにも選択がある。見るか見ないか。見るか俺を。見てるうちに見つめるか。もう一度。どうする？捕まってたんやろ。金梅さんじゃないから俺。出所してシャバうまいじゃないんでね。見る？そうか。こうちゃん仲直りした？よかった。半分だけ剃れ。上と下どっち？顎だけ剃る？ここだけ残すの？すっきりして心機一転、また頑張るか。うわ、すごい。あー、髪も切りたいな。もう限界来てるわ。
っくりした。身だしなみ大事だわ。気分気持ちがいいわ。これでいいかな。ここだけ残すか。これ似合ってる。ここは綺麗になったけど、確かにここだけ残したことないしな、うん、詐欺師みたい？それかも。来た。聞こえた？今ドンって聞こえた？最近よく壁ドンされるんだよ。痛い。うわぁ、ちょっともうこれ、ひげ剃りがダメだな。傷んでるな、歯が。ムロヒスタイル。ちゃんとドカノメちゃんに聞いて。どう？ムロヒスタイルは。こうするか。ドカノメちゃんの意見のコメントで流れちゃった。詐欺師？アリちゃんなんか調子乗ってる？久しぶりだからって。そんなひどいこと言うようになったの？アリちゃん。しばらく見てない間に。ひどいこと言うね。素直なだけなのに詐欺師とかね、ひどいよ。濃いよな、もうすごい青い。よいしょ。あ、なんかひげないと違和感あるわ。うん、剃っちゃった。よし。じゃあちょっと準備する。いるものを教えて。でも家にいたらダメなんだよ、いろいろ考えちゃうから。この家っていろんな思い出もある分辛いんだ。キムチ？キムチいる？あ、かっこよくなってる。あ、ありがとうございます。ちょっとガチ恋がね、もう今皆無な。ガチ恋なって。まずは髪の毛切りに行くよ。あ、髪の毛切りに行ってから行く？そうする？で、坊主にしちゃう？もう近くの、あの、床屋行こうか。床屋もうバスッと切るか。初見かっこいいですね。ありがとうございます。いい歯磨き粉教えてください。僕はもう孤独に生きていくって。二度と彼女を作らないことをここに宣言します。今回は本当にそう、毎回そうやって言うんだけど、本当に破ったら彼女を、今回またすぐ新しい彼女を作るようなら、二度と俺に課金アイテム投げなくていいです。作らないです。やっぱりリアルの生活って携帯を触らない生活だなと思って、ほとんどふわっちも開かずに普通にリアルで生きてみたんだけど、やっぱ違うなって思った。リアルに俺の幸せなんてない。花火ありがとう。ただあのエッチはさせてくださいと、ミーコあたりとあのセフレ同盟を組みたいな。
とりあえずやりたくなったらミーコとかリンちゃんに押そうかなってしばらく思ってます。面白いからまた彼女作ってもいいと思う。じゃあ今回面白かった、ひものちゃん。配信もやってなかった。真剣に恋愛したつもりで、4月からのイベントのために4月、5月、6月、7月は誕生日だけど、ずっと女芸終了します。早く北海道に行こうよ。に来てくれる？服着替えてくるわ、勝負服に。ポケカ売りに行こうよ。あのレノピちゃんさ、北海道にまず行くって言ってるのに、今からポケカ売るって言ったら何を優先すべきなの？あれもこれも言わないでよ。できないよ、いっぺんに。あれしてよ、これしてよ、あれしようよ、あれはダメだよ。まず今からすべきことは、まず今月約束してた北海道に行く有言実行することから始めようよ。違うの？そうだよね、今月は行くって言ってたんだよ。でもみんなを待たせてるから、このタイミングで行った方がいいでしょ。寒いよ。これ足りない？これ以上冬服ないんだけど。缶のペキ、季節間違えてるよ。北海道行くんだよ。北海道の人って今パーカー？暖かいの？暑いんだ。いらないな、これいらないわ。ああ、ダウン着てる人いないのか。よし、充電器、車の鍵持った。で、眉ペンも、あと何がいる？眉ペン、あとはなんだかんだやっぱりあったかいな、みんな。私にもポケカ売ってください。言ってくださいつか普通にあげるよ。何が欲しいの？いっぱい余ってるから、なんかあげるよ。ハイパーボールの UR ぐらいあげようか。ポケカ配りおじさんしてるの？みなちゃん、ちょっと話があるから電話していい？ちょっと1分だけでいいから。大事な話がある。別れたんだけど、してあげてって言ってるよ、リスナーが。いいよ、こっち見んな。こっち見なきゃコメントも読めないし、俺どこ見て配信したらいいの？こっち見んなはないんじゃない、さすがに。俺にむしろ見てほしいでしょ、コメントだって。別れてすぐ電話しても出ない、今電話しても出ない。じゃあもうにゃちゃん絶縁する？絶縁していい？なんで電話出ないの？別れたって LINE しても返信もない。俺のことどう思ってるの？かかってきてない？これ誰なの？これどれ、誰に連絡してた？俺どれで電話してよ。じゃあ逆に誰だよこいつ。かけてるけどね。 LINE 見なよちゃんと。全然違ったわ。もしもし、ああ、違う人に電話してた。付き合ってほしい。いや真剣に言ってる。振られた？チャンスだよ、みんな。振られたか。なんてコメントしてたの？よし、うん、
いや、さすがに払います。タラとかよくないよ。リザードンともあり、まずリザードンにもリアリティがあってタイプがある。何のリザードンが欲しい。